こんにちは、あきです。今回はニコンの古い中望遠マクロで撮った写真の紹介です。今回使ったのはマイクロニッコール 105mmF4 というニコン F マウントの中望遠マクロレンズです。で、このマイクロニッコールの 105mm っていうのは、まあ AI とかそういうバージョンはいろいろあるとしても、まずね、F4 と F2.8 っていうのがありますね。で、大体、口径が大きくなる、つまり開放の F 値が小さくなるほど、レンズってのは大きくなっていくものなんだけれど、この子はなんと F2.8 のレンズよりも太くて長くて重いです。なんで？よくわかんないんだけれど、まあ、それはね、逆に F2.8 の設計がすごいんだってことかもしれないね。このレンズは単体だと撮影倍率は 0.5 倍まで、なので俗にハーフマクロって言われるレンズです。で、これに中間リングつけてあげると1倍までいくよってものですね。まあ、このね、中間リング、エクステンションリングみたいな感じかな、をつけてあげると無限遠が出なくなるので、まあ私はね、基本的に遠くも近くも撮りたいって人なので、まあそんなね、等倍にはこだわらないかなってこともあって、これはレンズ単体で運用してます。まあそもそも中間リング持ってないんだけれどね。で、このレンズを持って、いつもの通りに、まあ、ご近所の散歩をしているわけです。まずは梅のお花。で、これを撮った時は、まだ梅のお花がね、たくさん咲いてました。で、もうね、ちょっと散っちゃったなって見たんだよね。この前も、だいぶ花の数もどうしても減ってしまって、まあ、雨とか風とか色々あったから、どうしても減ってきてしまったんだけれど、これはね、まだ満開の時に撮ってました。この写真なんかは結構寄って撮ってますね。で、多分開放の F4 じゃないかな。なんでかっていうと、このおしべめしべのところが結構滲んでますよね。ちょっとふわっとした感じになっているから、まあ、これ多分ね、開放なんじゃないのかなとは思います。で、やっぱりね、寄れば寄るほどピント合わせ大変なんだよ。まあ F4 だし、まあそんな明るいね、レンズではないんだけれど、超大口径とかではないんだけれど、とはいえやっぱり寄るとね、どんどん被写界深度浅くなっちゃうから、まあ大変ですね。この日はね、だいたい綺麗に晴れてたんです。で、風もあんまりなかったんです。だから、まあそんなにね、苦労せずに合わせられてはいるんだけれど、まあ後々ね、ちょっと出てくるんだけれど、風の強い日なんか本当に大変だよ。そして私はこのレンズで、そんなにマクロマクロってばっかり撮ってるわけでもないんです。まあ、大半はね、マクロなんだけれど、でもこうやってちょっと離れたところをね、中望遠的にも撮りたいなって思うんだ。だから、まあ中間リングをね、さっきも言った通り、買ってないっていうのはあるんだけれど、ちょっとね離れたところをこの中望遠の普通の単焦点レンズとして撮ってもなかなかに綺麗です。やっぱりマクロレンズってそれだけね細かいちゃんとした描写っていうのが求められるレンズだから、こうやってねちょっと離れたところ撮った時にもそういう特徴出てますよね。まあ、なのでなんていうのかな、ものすごい個性的な写りをするレンズではないんだけれど、こんな感じでね結構透き通ったみたいなクリアな感じに映るから、まあ、そういうのはねすごい綺麗だなと思います。さて、これは大犬のふぐりでいいのかな、ちょっとよくわかんないけれど、まあよくね道端とか草地に生えてるちっちゃな青いお花です。ものすごいね背の低い花で、まあ、何センチ2センチとかぐらいしか地表からなかったりするんだよね。で、お花自体もねすごいちっちゃくって、これね最短撮影距離で撮ってます。だからハーフマクロなんだよね。で、まあなんだろう、 APS-C のカメラにつけてるからちょっと倍率を換算するのもちょっとあれなんだけれど、まあフルサイズのね 35mm 版のカメラで撮った時の 0.75 倍みたいな拡大倍率にはなってます。結構可愛いよね。やっぱりこういうさ、ものすごいちっちゃいものを拡大して写せるっていうのはマクロの良さだなって思うし、まあね、さっきみたいにちょっと離れたところの梅の花とか撮るのは中望遠としてね引き寄せたいってなるし、でこういうねちっちゃいお花は拡大したいってなるしってことだから、やっぱりね中望遠のマクロってねすごい便利なんです。で、ただこの日はねなんでだろう、お花がね全部つぼみみたいに閉じてたんだよね。あのね、別の日に行った時はかなり開いてたんです。これ時間によるのかな、この日割と朝だったんだけれどね、でも日の出からは結構経ってたんだよ。お日様が当たるようになってから結構経ってたんだけれど、でもね開ききってなかったんだよね。なんだろう、気温とかいろいろあるのかな。そしてこれはそんな公園にいる猫たちです。どこにいるかわかりますか？まあわかるか、さすがにわかるか。あのね、4匹いるんです。この公園はね、結構猫たちがいて、まあ餌付けしてる人もいるっぽいんだけれど、なんかね、あのね、ソロで動いてる子もいるんだよね。なんか2匹ぐらいかな、ソロで動いてる子もいて、で、かといえば、この4匹みたいにまとまっていつもいる子もいるんです。
まあ、この4匹がいつも同じ4匹かはよくわかんないんだけれど、なんとなくいつもね、こんな模様の子たちが集まってます。こういう子たちをね、撮らせてもらうにはね、まあ、ゆっくり近づかないとダメなんだよね。あの、105ミリ換算で言うと、だいたい35ミリ版で言うところの150ミリちょっとみたいな感じの焦点距離。なので、やっぱりある程度ね、大きく映したかったら、それなりに近づかなきゃいけないっていうのは現実。なんだけれどね、ドタドタって近づいたらもちろん逃げられちゃうから、大丈夫、撮っていいみたいな感じで、まあね、周りに人がいなければちょっと話しかけながら、ちょっとずつ近づいてね、こうやって撮ってました。やっぱり餌付けされてたりするっていうのもあって、逃げないんだよね、全然ね。で、ただ、あのね、一匹だけね、ずっと警戒してる子がいてね、あの、残りの三匹は割と、まあね、毛づくろいしたりとか、もう、ね、寝てるんじゃないかっていうぐらい目閉じてたりとかして、もうあったかーいみたいな感じにしてたんだけれど、そう一匹だけはね、何するんだこいつみたいな感じでずっと見てて、やっぱりね、性格あるんだなーって思いました。にしてもこれとかさ、すごい綺麗じゃない？まあもちろん最短撮影距離なんかではないんだよ。全然最短ではないんだけれど、やっぱ綺麗だね。このレンズね、細かいところの描写っていうのがすごい綺麗なんだろうね。綺麗というか得意っていうのかな。ね、毛並みみたいなのもちゃんと一本一本ね、ピンピンピンって書いてくれてるし、しっかりね、分解されてるっていう感じがするレンズですね。そして道端のお花シリーズで言うと、これは仏の座という紫、まあ、ピンクと紫の間ぐらいのちっちゃなお花です。このお花はね、もうね、すごいんだよ。空き地をね、埋め尽くすような勢いで増えてって、まあ、大体このお花か、まあ、ペンペングサとあんまり争ってないな、共存してる感じがするな。なんかね、白爪草とかその辺とね、よくバトルを繰り広げてたような印象はあるんだけれど、今はね、この仏の座が優勢な季節みたいですね。105ミリの F4 っていうスペックなので、まあ、焦点距離と明るさを考えると、なんかズームレンズでもいいんじゃないみたいにね、思う人もいるかもしれない。確かに最近のズームってね、開放の F4 透視とかでもかなり寄れるようなのがあってね、なんだろうな、何ミリから始まるんだろうわかんないけれど、135ミリまで行くようなレンズとかもあるよね。あるいは70、200とかでもあるのかな。そういうのとね、やっぱり比べちゃうと、そのスペックで何が良いのみたいになると思うんだけれど、いいんです。別に、スペックが全てじゃないんだからいいんです。やっぱこれね、変に重くてね、なんか、巨大なね、レンズで撮ってるっていうのもね、楽しいんだよ。さて、これは、さっきちょっと出てきましたけど、ペンペングサナズナかな。これもね、この季節の空き地の代表的な、まあ、なんていうのかな、お花、雑草って言われると思うんだけれど、いやいや、なかなかに可愛いお花でございます。まあ、第三者として見てる分にはね、可愛いお花でございます。で、これもね、かなりふわっとした感じのボケをしていると思うんだ。で、まあね、ちょっと前に出したかな、多分ね、出したんだけれど、あの、大口径の単焦点のね、50ミリ前後の F1.4 とかのね、あの、ふわふわな感じとはね、まあ、違うよね。それほど幻想的みたいな感じではない。だけれど、やっぱり開放で撮ってるとね、ちょっとやっぱりボケがなんだろう、なんていうの、こういうのよくわかんないんだけれど、ちょっとざわっとするっていうか、まあそんなにね、幻想、なんていうんだろうね、わかんないね、わかんないけれど、まあ綺麗じゃない、こんな感じでね、ちょっとふんわりして優しい感じになるような、そんな撮り方もするんです。まあだからね、こういうね、ちっちゃいお花がたくさん集まってるみたいなのはね、花畑みたいに、まあ普通は見えないじゃないですか。だけれど、こうやってね、マクロで拡大してあげると、なんちゃって花畑ができるので、私はね、こういうとこ撮るの好きなんです。ただ、道端なので、やっぱり人がいない時に撮らないとなと思いますね。さて、最後、こちらは、河津桜です。河津桜なんだけれど、別に河津町に行ったわけではなくって、これは私のご近所の街路樹、街路樹って言う方は変だけれど、まあ、ガイドにね、植わってるんです。まだね、この時は5分も行ってないかな、3分咲きぐらいの感じで、まだまだつぼみがたくさんありました。なんだけれど、まあね、こういう時こそ、今日ね、一部を切り取れるみたいな厨房園、しかもマクロっていうのは、すごいね、本領発揮というか、使いやすいところです。これなんかはね、一輪だけ上を向いてるみたいな感じの子です。これはね、多分開放じゃないかな。なんかね、ボケが大きいしね、ふわっとしてるし、で、最短ではないと思う。ね、やっぱり近づけないんだよね。高さとかのいう問題もあったりはするんだけれど、まあ、あとね、お花が、というか枝がね、結構バーってね、広がってるんだよね。だから最短まで近づけるのって、まあ本当にね、自分の近くにあるお花だけで、その奥の方のお花とかはね、やっぱり他のお花に触っちゃうとね、あれだから、やっぱりそこまで近づけないんだ。だから、こういう時はね、やっぱり同じマクロでも、標準域のね、50ミリ付近の画角のマクロっていうよりは、15円のマクロだとね、引き寄せられますので、まあこれはね、便利だよね。
そして河津桜って露出によってだいぶ色合いが変わってくるようなお花だとも思います。で、私はねやっぱりオーバー気味にとって、なんかなんて言うんだろうな、まあ明るくふわふわみたいな感じに撮るのが好きだから、結構今回も露出はオーバー気味になってます。なので例えばね、日が直接当たってるようなお花の花びらなんかは白飛びしちゃってたりもします。ちなみに今回も富士フィルムのカメラ XE3 を使っていて、フィルムシミュレーションはプロネガハイというやつです。だからそんなにね、鮮やか系ではないフィルムシミュレーションなんだけれど、これだけね、ピンクって感じでね、すごい、まあなんだろうね、パステル調っていうかさ、可愛めに出るよね。まあ、これね、オーバー気味だとこんな感じになるんです。そして適正露出ぐらい、まあ白飛びしないぐらいの露出にしてあげるとこんな感じになります。まあ、これはちょっとね、シックって感じかな。するよね。さっきのね、ふわふわパステルみたいなのと比べるとだいぶ落ち着いたような感じになるんだよね。まあ、これはフィルムシミュレーションの影響っていうのもあるとは思うんだけれど、まあ、ピンク色のねお花ってどのぐらいで撮るのがいいのかなっていうのはなかなかまだ悩んでいるところではあります。やっぱり明るいお花ってね、特にねそういうところ難しいよね。まあ、これからねどんどん咲いてくるであろうソメイヨシノなんかはもっと白くなってきて、これこそどうするんだみたいな感じになりがちではあるから、まあこの辺のね色のついてる桜っていうのはそういう意味ではねまだマシな方というか撮りやすい方かなとは思います。にしてもいいよね桜ね、ほんといいよね。このピンクの桜っていうのもやっぱりいいよね。まあ濃いね、あの彼岸桜みたいな系列のもねなかなか良いんだけれど、まあこのぐらいのねパステルっぽい感じ、さっきも言ってるな、なんか言ってるけど、まあちょっとね明るいピンクみたいなのはねすごいいいよね。で、特にこういうのはね晴れた日いいね、もうなんかもうテンション上がるよね、春だみたいな感じ。まあまだ寒いんだけどさ、まだ寒いんだけれど、あー春が来るぞみたいな感じでテンション上がってくるよね。もうね写真もねどんどん撮っちゃってます。もうねすごい勢いで撮ってて、もうね30分いなかったんじゃない、20分ぐらいしかこの河津桜のねこの並木のとこいなかったんだけれど、なんかお腹いっぱいだなっていうぐらい撮っちゃいました。でもお腹いっぱいだなって言いつつ、まあレンズを変えたらまた別腹になったりはするんだけれど、まあそれはまた別なお話で、今回はね 105mm の F4 に絞って持って行ってたので、もうそれでねひたすらなんかあそこを切り取るぞとか、ここに寄るぞとか、そういう風にして撮ってましたし、あとはねやっぱ背景をどうしよう、まあ空かな、それとも同じお花にしてピンク色かなとか、まああとなんだろうね、枝を入れるか入れないかとかね、モコモコの部分を撮るのか、露出はもうオーバーになってもいいから明るくするのかとかね、まあいろいろねバリエーションはあるんだよね。そして皆さんも忘れてるかもしれませんが、今回使ったのはマイクロニコールの 105mmF4。 このレンズがいつ発売されたかっていうと1975年です。だからそろそろ50年も経とうっていうレンズなのにね、これだけ綺麗なんだよ。すごい透き通ってるでしょ、クリアでしょ。だから本当にねいいレンズなんだなって思うよ。良いレンズっていう言い方はね、まあだいぶ抽象的になってしまうんだけれど、まあこの場合はね写りが綺麗なレンズみたいな感じかな。もう私はねもっとふわふわっとしてね、まあシュー様見れじゃーみたいな感じの、まあロッコールとかねそういうのも好きなんだけれど、こういう風にねかなりクリアに写るっていうのもねまた良いものです。そうするとね、なんだろうね、本当に透明な感じっていう風になるじゃないですか。まあ、ふわふわなね幻想っていうのも好きなんだけれど、今回この日のね気分的にはこういう透明なガラス細工じゃないんだけどさ、なんて言うんだろうねこういうのはね、そういうね透き通る感じが好きだったから、このレンズ持ってこうって思って撮ったんです。このレンズ自体はね、まあ多分結構市中にあるんだと思うんだ。だから数も多いせいっていうか、まあそのおかげもあって、でだいぶお安く売ってました。私の時なんかはいくらだったんだろう、これ3000円しなかったと思うよ、送料込み3000円みたいな感じだったかな。まあジャンクなんだよねやっぱりね、何が悪いのか全くわからないんだけどさ、何が悪いのかわかんないんだけれど、まあリングがないとかかな、中間リングがないからとかね、そういうので安くなってたのかもしれないんだけれど、まあまあまあとはいえね、完全な状態ですごい綺麗でって言ったってそんなねすごいお値段するようなレンズではないので、中望遠のねマクロレンズ持ってないなみたいな方には一本おすすめはおすすめです。ただマニュアルフォーカスだし、全然太くて長くて重いようなレンズだから、まあ、重いって言ってもね 500g ぐらいなんだけどね。だからちょっとね癖はあるので、使用感的なところで言えば癖があるので、まあそこはね実物
つ触ってみてとか、あるいはまあおもちゃにすればいいやって感じでね、ネットでね買ってみるっていうのもありだと思いますが、もちろん大事にしてくださいね。といったところで、今回はマイクロニッコール 105mmF4 っていう古いマイクロレンズで撮った写真の紹介でした。これからね、どんどんお花が咲いてくるわけです。まあ河津桜はね、これから私の近くなんか満開になっていくし、それからどんどんね早咲きの桜なんかも咲いてきて、濃い色、薄い色、ピンク色みたいなね、どんどんバリエーションも増えてきます。そういう時にこういうチューボへのレンズはおすすめですので、ぜひぜひ見かけたら拾ってあげてください。そして、ああ、そういえばこんなレンズでこんな写真を撮ってるやつがいたなって思い出してもらえるんだったら私も嬉しいです。そしてチャンネル登録していただいて、これからも動画見ていただけるともっと嬉しいです。待ってます。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。